はい、これからですね、エビせんべいを揚げていきたいと思います。エビせんべい、もともとはこんな、こういう感じで、プラスチックみたいな感じなんですけども、これを油の中に、油の温度は190から210度、かなり高温でやります。でいいかなって感じなので、では油に投入していきます。ちょっとプラスチックみたいな感じです。せーの、という感じです。おったー、うわー、危ない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 、という感じで、という間に大きく広がりました。面白いです。こちらがもうできたものです。こう色がなんか合成着色料的な色がついておりますけれども、こんな感じで膨らみます。はい、以上、エビせんべいを揚げるところでした。